何？今日はどこ行くの？ホテル。サリストリちゃんルーム。ガジュンアジュガン。ふみちゃんセイプンタグ。オラガリガン。サウタル。キランラグ15分。メンタルバラヤラン。サンプナンバラルマン。ヤニタルメンタン。サニバセキサン。トサニキ。トサパヤンオレジナルアハタン。プロビンシバリ。サンティ。サン。バスルームでしょ。広いね。シャワー。
だよ、うん、え、ジャグジー？そうだよ。サッカーこっちにもあるよ。お風呂。お風呂こっちにもあった。お風呂すごい、ジャグジーで。あ、こっちにもあるベッド。そうそう、だからみんなと泊まれるでしょ。あ、こっちにもあるドアが。ねえ。こっちにもお風呂。いやいや、なんか迷子になっちゃうね。あ、こっちも。ちっちゃ。うん。何これ、ちっちゃ、出た。これ何に使うかよくわからない便器。こっちはシャワールームだけだね。で、こうキッチンになると広いね。これニトリみたい。ニトリ、ここに住みたい。こんな感じで、入り口はこんな感じで、すぐキッチンになってます。広い。こんな感じでお菓子も用意されてて、電子レンジと冷蔵庫もすごい大きいのでドリンクが入ってます。氷もちゃんと用意されてますね。ここは多分使わないと思うけど、長期滞在の人とかは。あとコーヒーもこれは全部フリーです。お水も大きいボトルで入ります。すごいね。なんか何、あ、ちゃんとこう見てカトラリーとかも入ってるから、自分で何か作って食べることも可能なんですね。グラスとかも全部揃ってます。いいな、ここに住みたい。で、鏡張りになってていい感じですね。で、リビングはここカウンターみたいになってて、で、ダイニングテーブルがあります。なんかウェルカムフルーツはこんな感じですね。なんだろうこれ、あ、サニタイザーがちゃんと用意されてますね。こんな感じでメッセージも書いてあります。で、ここがソファで、テレビがあります。で、外のテラスにまたテーブルとソファーセットがあって、プライベートプールがこんな感じで、うん、綺麗ですね。で、外の景色もすごく、今日は天気がいいから、で、あっち側に見える海が見えますね。こんな感じで上はレジデンスになってます。で、こっち側、くつろげるソファーがあります。そしてお部屋、マスターベッドルームがこちらになります。すごい広くて結構何もない感じ。で、あ、外にちゃんとパパがいます。プールを見ながら、で、ここにテレビがあって、で、こちらがバスルームになってますね。で、ここがクローゼットになって
ってます。こんな感じでアイロンとかもあります。でこっちには金庫と、こんな感じでビーチに行くときに使えるバッグとかヨガマットとか入ってます。でこちらがシャワールームで、メインシャワーと普通にホースのシャワーもあります。はい。そしてここがバスルームで、結構広い、3人とかでも余裕で入れちゃう。でジャグジーがついてて、なんかでバスソルトも用意されてます。でここがダブルシンクの洗面台で、なんだろうこれ、あ、ローションでしょう。アメニティはこんな感じで揃ってますね。はい、こんな感じで、あともう一部屋あるので、そちらもご紹介します。はい、もう一つの部屋はシングルが2台、シングルベッドが2台でテレビがあります。そしてバスルームはこんな感じで同じですね。今ここの部屋は大人3名、あ、大人4名まで泊まれる部屋です。はい。そして謎のトイレ、これ何するためなんでしょうかしら。はい。でこちらは、シャワールームですね。あ、ここにも何かあるよ。あ、ここはクローゼットですね。長期で住むのに、長期で泊まりたい。はい、こんな感じで、あ、ここなんだろうね。これは多分あれかな、見に行くかな。あ、ドライヤーでしたね。ドライヤーが入ってます。なんか電話かかってきたり。チクラブはこっちで、まっすぐここ。まっすぐ行くと扉だからいいよ。こっち。あ、こっち。おー、びっくりした。こっちだね。何してんの？迷うね、ここね、広すぎて。でも近いの？ん？近い。うん。あれじゃない？そうだね。ここ暗くない？お客さんが今8組しかいないんだって。こんなに広いのに。でも見えた気がしたから。あ、見て、プールプール。ラグーンプールだよ。何ラグーンプールです？そう、こっち側のね。みんな広いね。こっちのね、あそこのラグーンのお部屋にもしようかなと思ったけど、狭かったからあっちのプライベートプールの方にした。こっちが良かった？みゆ。え？で、あの上がね、ペントハウスで。何ペントハウス？ん？なんか半円のアーチ型になってるでしょ。あそこ見えたって行けんの？ペントハウスは6人ぐらいで泊まれるから、家族とかみんなで泊まる時にね。行きたいな、ペントハウス。ね、あ、ビーチクラブだよ。あ、こっちだよ。違う、こっちにもプールあるんだよ。海の前にプールあるんだよ。すごいいいホテル。
ホテルです。どう？あ、すごい綺麗じゃん。プールあるよ。ここは朝ごはんのここで食べれるみたい。みゆちゃん見て、え、あのベッドがさ、ブランコになってんだよ。わ、わ、わ、すごい、すごい、すごい、ねえ、すごい、いいね。じゃあもう貸し切りだね。あ、それ持ってて1回だな。うん。ついてるけど背伸びしてる。あ